ヴィッセル神戸のゆるきこやです。何があるかな、技なの上げ技とかは。あ、上げ技も全然今のところないですよね。上げ技はないですね。上げ技だと何があるんだろう。おー、いいっすね、いいっすね。ほう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 、例えばいいと思います。あ、かっこいい。あとでも基本やっぱそのテレビとかでその見たことある真似技なんで、はい、今回はリフティングの上げ技を披露します。めちゃくちゃハマってますよ、ね、そうか、やっぱ読んでます。めっちゃ面白いですね。面白いですよね。ユースと交代のライバルの感じとか全部見てるから、うんうんうん、絵の感じとかもすごい、すごいんですよ。わー、鳥肌立つような描き方っていうか、そうだし、そういう自分がこう上がステージが上がってきた、なんていうんですかね、そのユース、ジュニアユース、ユースとかの仕組みももうそのままリアルな感じで、恥ずかしいなじゃないですか。結構リアルなんですか。リアルです、リアルです。だからもう本当に ああいう競争を勝ち抜いてユース上がってでトップ上がれなくてとか、なんかそういうのを思い出すんですよ。ボールの横に足を置いて反対の足で引っ張って残った足でボールをすくい上げるみたいな。アウトサイドをまたいだ時にボールは勝手に上がるんで、それをちょっとだけ浮かしてあげる感じで、逆足でこっちからボール引っ張るんでやっぱだいぶ体のバランスが崩れるんで、もうそれに身を任せる感じで力を抜いてこういうもう流れで最後にちょっとボール上げる感じ。脱力っていうか力を抜いてやるのは大事だと思います。僕はもうちっちゃい頃からリフティングばっかしてたんで、努力じゃないですけど本当に好きで人よりもボール触ってたのが今のこういうボールタッチにつながってるとは思います。ポイントは何々ですっていうと4秒か5秒ぐらいでまとめてコツを伝えてあげたいんですけど、はい、だから、力を抜いて動くと自然体ですかね。自然体、脱力、なんだろう、自然に動くこと。ちょっと分かるじゃないですか。でもいいんです、もうこの企画はアドバイスがアドバイスになってないって言われてるんで。ポイントは力を抜くことです。はい、ありがとうございます。はいはい、以上になります。ありがとうございます。大丈夫かな。大丈夫です。あんなすごいガンバのさ子がすごい技やった後で、いや何個かまだあと、すぐにガンバの次で、ああそういうこと。なるほどなるほど。じゃあいいか。ファクティッタムกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ Like, subscribe, get push notifications. Like, subscribe, push notifications.